できたよ、そういうの。あ、お、不思議に釣り上げが来るようになりましたよ。いや、なんで多いかにしても、僕の手に行きたい中野とか、なんか、僕の好きだなって思って。じゃあ、なおいいじゃん。だから、僕、結局は無理なんですよ。めっちゃ好きで。俺ね、ご飯の人を感じて、あ、そういう人も全然。違うよ。
え、でもロケットそもそも田中みたいだっけ。これはね、一緒違う、ロケこれはね、元篠原の高度70。あ、70? あ、低いんだ、ね、うん、そう、うん、やばだからちょっとしてる、うん、やっぱこういうセットなんだ、こういうセットなんだね、やっぱこういうセットしてる、ちょっとコツつかんできました。プレイヤースキル上がった。りょうさんが頑張ってナンバーアップだらしいんで、それを行きたかったなって。あ、なんか自動追尾しながらカメラいじるときができるかも。まずこれをしないときに、まずちょっと考えて。
あ、これか。あ、これ。あ、ストップ。あの。あ、ストップ。ロープでいい感じにするのがいきません、うん、忘れていた。カウンターウェイトをつけて回してはいけないんだ。あー、これが折れた。なんかいろんなものがなんかさ、踏みつったのが見えたんだけど、これは爪が折れた。カウンターウェイトの爪が折れた。ああ、本当だ。まあ、それだけだ。被害は、いや、そんな、うん。いや、本当だ。やっぱ逆だった。アンカーウェイトをつけてはいけないのを忘れてた。やっと、っていうことが映ってるまさに実写の時は。すごいこれ。はい。あ、若干曲がってる。Thank you.
マジでさ、料理分ね、でバランスを保ってたら抜けたことによってそうそうそう、衝撃ですね。1分17秒だから、うん、事故じゃない番組は事故番って言われてる。これはちょっと辛すぎるよ。事故番組の人と作るって。やりによってトータルやるっていう。本当にびっくりしたって言ったんだよ。カウンターボイスをつけちゃいけなかったんだよな。かっこよかった？ん？やわれたっていうの。あ、俺か。うん。どうするかな。こんな感じだから、まあ、それだとなんかカーリンパー作ればいけそうなんだ。ああ、もう、作ったら引っ付けるからさ。まあでも確かにそれは無理っすよね。うん、もう、トバコスターは。よし、ストレスかかるとどうやって。ストレスかかるって言っても、これがぶら下がるだけではあるけど。重さだけね、耐えてくれればいいくらいいだけだけど。なんか、フランス公開するか。フラッピーというか。うん。なんか、6つ目なんですか。6つ目。いや、こんなの持ってたんだ。あった。弱い。これ、クレンチャー見れば当たりでしょ、クレンチャーでしょ。そうだけどさ。にしても、金が出来すぎてさ、デザインが。これ、選手も見えなくもないな、これ。この間のテレビは説明のやつですか。なんかこのクレーンと見ましたら動いてますからなんかうーんってこれなんてうーんちょっとこれは大事なんか上達しなきゃどうかって他になんか不具合ないか6人で言ったら不具合がないって別にあーちょっと間が持ってたりとかそうそう落ちた不具合大好きじゃんなんかさ、うん、どっか曲がったとかさ、うん、実は実はすごい現場の感想ですね。アウトリーダーの広げる。あ、そうそう、本当はアウトリー、これアウトリーダーっていうんですね。こいつも広げてるし。だって乗らないんだね、効果で。ルートをつけると、自由で食べれる。それから言うとカウンターを打ってつけてはいけませんよね。そう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 。あ、次に、次に、次にカウンターを打ってたからね。うん。ぐるぐる回る。
そうだ。おー。無限回転。無限回転。この接触、うん、ちょっとここにフィルターがあるけど反応するってやつ反応さすぎるのかもしれないか、うん、嬉しくも大事なってる、うん、確かに話したのに割とさすがいそうだ、奥に入ったあえいや、ストロさんがとても神経の顔つきでやってるから、うん、まあ、189がカーブだと感情遅くなるんですよ。それに合わせると、こっちの強さがちょっと反応になるんでこっちのカーブってダメなんですよ。へぇ、この189が神経の189が反応してるんですよ。大丈夫だ、問題なかった。もうね、あの、学校に僕は気にしてるんだけど。さあさあ、何かバーチャル。学校した瞬間のさ、やってる人だと振り向きっぷりやばいよ。みんな振り向きされたよ。いや、なんか相当ですよ、これ。食器用の機械を忘れ物で言うから、うん、
まあ、ショート動画は自己アリバンで自己なし、あの1分17秒だから、このアリバンなしバン作ろうと思って。で、フルバンと。まあ、次へとする。でも、なるほど。そのカメラをさ、高架に持ってきてほしい。逆に201を乗せて、201を乗せてカメラをこっちに持っていきたいので、結構、そうそうそう。今だ通り、そう、カメラ通りしたら、あと1個取るって、なんか、このまま1周回って、スタッフを頭を切ったところで、これ完了です。もらえた体験したら、これはピッてやるんですね。
頑張ってフリートレーニング大好きって言うようになる。それが俺の一番残ってみますね。うん、タブレット必要なので、そう、カメラとタブレットはセットなので。こっちのもあれか、パーキーの紙があったのか。パーキーの紙があったのか。そろそろ一応ほっとって高架線の中で発表するのもあれだから、地上線発表って言っていいよ。頑張れ。モリモリツインゲラってする、はい、あとデュエット2秒、ありがとうございます。
そうだ。
イベントを知りたいと思うよ。また200件とか、いや、だからうちらはあのまた新幹線の写真撮るみたいなんで、でまた僕スプラレールを大量に用意してるんですよ。ああ、だからそのための自由というか、で、今日は新幹線、みんな新幹線撮るんですかね。新幹線撮るじゃないですか。エンジンの時に、パスは、エンジンを始めます。あれで、タワー来るんで、アイカーが入ってました。これは、アイカーで、アイカーで新幹線車両もいっぱい来るんですかね。頑張れ。何持ってきたの？新幹線。何持ってきた？新幹線。だから車両は何でしょう？だから新幹線。新幹線の何系だ？だから新幹線でいい。たぶん、形式は困らない。新幹線なんですね。あの、サウンドエンドの辺だろうが、でも関係ない、新幹線になんか応募って、でも、ロマンチの一体っていうだけやったら、俺新幹線撮ってそう、新幹線ではない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 、何やろ、新幹線ではない、まあ、新幹線、新幹線オリコレも入りました。今はエリアの方がいいぞ。今はこんななんか、この辺の方が走ってる男みたいな感じ。ゼロゼロ左に通って。プラレールとエヌゲーは、無視プラレールが自由にできるんだ。全然無駄。詰まってりまっちゅう。そういうのがないんだ。あると思いますけど。一番向こうなんで。どうだろう、一番向こう。中央線でちゃんと待たなかったら、そのかな。撮影記念とね、あれは、どうだったんですか。おー、頭だね。宇宙飛行物ってどう分担だ、何の手に行ったことない。宇宙渡れない。どうだったら、話の話。どうだったら、ちょっと早く中央線ですよ、話の話。これをやってみよう。走るな。わー、宇宙飛行物分担だな。ちょっと待って。
溶け壊した
ちゃんとカメラカー通りに。あ、知らさせない。